1、2、3、4、5。お邪魔します。マジっすか、やっぱり。やっぱマジですよね。マジですね、これは。いや、マジです、すいません。いや、とんでもないです。はい。ということで、どうもプロダンです。ヤッホー。お疲れ様です。さっと行きましたね、今日は。さっと行きました。いや、まさか今日動画出したんですけど、コメント欄が、はじめ社長がうるさいから退却したんだって。待って待って待って。俺そんな、そんな騒いでないですよ、俺。全然聞こえない。だから、いや、俺悲しいお別れで、はじめ社長さん、もうさよならって、ちょっと軽く、はい、コントっぽく、あ、でもまあ実際引っ越したんですけど、はい、ちょっとポップな感じで言ったんですけど、コメント欄がそんな感じだったから、これやばい。申し訳なと思って、今日急遽、じゃ初め社長さん、だって今さっきまで静岡いたんですもんね。静岡、今日、昨日の夜中に入って、うん、はい、今日の朝からいろいろ収録とかあって、さっき終わった感じです。マジで。なのに、ちょっと LINE したら、いや、来てくださいって言って、走って、もう走れメロスみたいな感じで。走メロアザス。はい。もう恋人のような気分で。早く終わる。いや、もうちょっとそれ誕生日なんですよ。はい、え、あ、そうか、ツイッターで10時間前、え、2月14日なんで僕、ちょっと待って、今10時半だからあと1時間半、あと1月14日です。運命じゃないですか、ちょっと来てくれてありがとうございます、本当に。ちょっと運命。でももういなくなっちゃったんですか。引っ越したんですか。ガチで寂しいって思うんだ。いや、本当にこれ撮ってたじゃないですか。はい、俺テンション上がりすぎて引っ越すこと忘れてたんですよ、マジで。うわ、あの念願の、いや、ガチで憧れで、なんか言っちゃうんですけど、うわ、あのはじめ社長さんと会ってると思って超テンション上がりながら、うわ、やっぱすごいなと思いながら、で、帰って編集するじゃないですか。やばい、引っ越すの忘れた。で、動画上げたら想像以上に反響出ちゃって。あ、そうです、びっくりしました。急上昇1位と3位とかでしたもんね。そうですね、プロダンサーの僕でバンバン、だから嬉しい断面、そんな広がるな、そんな広がるなって思いつつも、コメント欄でも、はい、想像以上にちょっと自分でも恐縮なんですけど、いやなんかすごい、なんか良かったみたいな。いや、良かったですよ、でも。いや、だからそんなの重なっちゃって、寝れなかったの、その夜。こう、パンパンってテンポよく行くと、なんかやらせっぽく見えてますね。いや、本当にやらせっぽく。ガチっすよ、本当に。ガチなんですよ。だから、今回ちょっと、そのはじめ社長さんが、よくうるさくて、引っ越すとかじゃなくて。いや、ほんとに。はい、結構静かっすよね、なんだろう。全然聞こえない。いや、俺、東京のこの家来てから騒げてないんですよ、うん、怖くて。マジか、超騒いで僕一回壁ドン来ました。うん、いるじゃないですか、俺のドアで。そうそうそう、ここう、はじめ社長さんち、オレンジね、ここにいますからね。本当にやばい、あっち側だけ気をつけます、本当に。あそこだけ気をつけた方がいい。いや、ということで、いや、ちょっと仲良くなれてよかったっていうのと、今日はちょっとね、お別れになっちゃって。やだ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 。いや、俺も嫌なんです。ですよね。いや、俺、ほんとショックすぎて、マジ寝れなかったですもん。なんか本当初めての恋人との失恋みたいな気持ちで。いや、そう、想像以上に初めて、お父さんがいい人すぎて。いや、全然そんなことない。ちょっと恋心抱きました。いや、そんなあの動画で。ということで、今日はちょっとあれからちょっと LINE をちょくちょくさせてもらって。はい、そうですね。はじめ社長さん、ちょっと特殊だから LINE が。いきなりポンって送られてきて。はい、すみません、突発的に送っちゃうんで。突発的すぎるなと思って、何も死後もなく、ポンって写真送られてくるんで。あ、そうですね。いや、すごい面白いなと思いながら、結構ね、その肉体改造の。そうですね。1年間腹筋やったら動画出したじゃないですか。はい、今から水抜きしてきますって言って。うわ、全然割れてないね、みたいな。で、どれぐらいやったんですか ?2キロ、2キロ。2キロずっとおっしゃってたもんね。で、耳聞こえなくなった。耳聞こえなくなっちゃって。いや、マジでちょっとおかしいですよ、マジで。ちょっと。水抜きって、サウナ入るのどうなんですか。サウナいいですけど、むくんだりするんだよ。あ、逆にですか。そうそう、水出すぎて。俺、水なしでサウナ5回入ったんですよ。ま、水飲まずに。で、減量した後ですもんね。そうです、30分走って、ええ、なんかさ、なんでしょう、爆熱肌着っていうんですか、ヒートテックみたいなの着て。え、どこのサウナでやったんですか。あ、もう静岡の。あ、あるんですね。え、もしかして、なんかいいところ。あ、そうです、そうです、そうです。あ、なんでしたっけ。敷地です。あ、敷地、俺、最近サウナになったんですよ。え、敷地マジ行った方がいいですよ。マジですか。え、最近飛ぶってことを覚えて。え、やばいっすよね、飛ぶ。そうそう、サウナ入って水風呂でずっとその繰り返しで気持ちいいと思って。あ、そうです、そうです。休憩を知らなくて、やばい。俺マジで飛びすぎて白目になってましたもん。あの後の休憩がいいんだよね。そうそう、あの後の休憩が。え、敷地って全然違うんですか。え、やばいっすよ。え、何が違うんですか。ちょ、それちょっと個人的な話になっちゃう。温度が普通のサウナだとありえないぐらい熱くて、入って出たら、
なんか肌とちょっと炎症起きるぐらい。え？赤くなってるんですよ。あ、もう結構赤くなっちゃって、暑すぎて、はい、で、水風呂も超冷たいんですか？水風呂も冷たい方ですけど、天然水なのかな。すごい、なんだ、水風呂って、うん、あるんですよね、その柔らかさとか、あー、柔らかさとか、痛い感じとかね、はいはい、痛くないですよ。アダムイブより全然柔らかい。アダムイブ、アダムイブ何回か行ったんですけど、うわ、それじゃあ今度ね、いつかあの、シドが行った時にぜひ、マジで行ってほしいです。もう式場、いや、ちょっと行きたいっていうので、ちょっと話それちゃったんですけど、はい、で、筋トレ頑張ってるって言ってたんで、はい、で、僕プロテイン作ってるんですよ。それ宣伝じゃないですけど、はい、今日ちょうどすごいやつできて、はい、で売ってないんですけど、 WPI って知ってます？なんか聞いたことありますね。吸収がめちゃめちゃ良くて、はいはい、製法もちゃんと工場に頼んだ、すごい、はいはいはい、あの比率がいいやつなんですけど、それちょっと今日プレゼントで。マジっすか？はい、やった。で、まあ、あんまり多すぎてもダメだと思って、はい、本当なんかもう軽く程度。すごい、これ本当いいやつなんで。え、大丈夫ですか？なんか、はい、麻薬とかじゃないですか？大丈夫ですか？うん、麻薬かもしんない。そうだ、食事もちゃんと取ってないと思うんで。そうですよね、いや、忙しいから。いえいえ、とんでもないですよ、てことで。うわ、ちょっと嬉しいな、まさか今日、はじめ社長さんの誕生日。そうですよ、もうちょ、運命すぎないですか、ちょっと。いや、運命ですし、何これ、ちょっとした月9じゃないですか、これ。確かに。こんな確率で出会う隣同士で、出会ったと思ったらすぐ別れて、別れの日が誕生日ですよ、ね、それ、別れの日が。クリスマス前に別れ切り出される地獄のカンパスかな、これ。本当に、え、悲しい。俺プルダンさんちでスイッチ遊びに行く未来まで見えてたのにな。ぜ、言わないでくれ。心が痛い、心が痛い。いや、マジか。はい、じゃ、こんな感じになるとは。そうですね、まあ、またいつでも本当に。そうですね、事務所さん、良ければ。はい、ぜひぜひ。はい、ぜひ。じゃ、近いんで言って。あ、それはもうマジでありがたいです。はい、もう、え、マジありがたいです。あー、はい、筋トレもいつかね。そうですね、はい、全然動画関係なく指導する。はい、本当に。いつでもプライベート出張行くんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。ただ水抜きだけはもうすぐないっす、うん、いや、水抜きはやめた方がいいっす。いや、悲しいな。いや、ちょっと悲しいっすね、はい、だからちょっとね、今日動画撮りたくて、マジで、はい、もう本当汚名返上じゃないけど、で、誤解してる人もいたんで。いやいや、そう、こんなありえないじゃないですか。すぐ、はじめ社長がさんが来たから出てくみたいな。確かに、でも誤解を超むじゃないですか。確かに、でも何も言われなかったら、うん、憶測でそう思われるかもしれない、ね、いや、そうっすよね。いや、だから、ね、俺、どんだけ悪いやつなんですか。いや、ほんと、いや、全然、ほんとに今日はね、お忙しい中、ありがとうございます。とんでもないです、ありがとうございます。ってことでね、ちょっとなんか言おうと思ったんだけど、忘れちゃったの、緊張すぎて。誕生日プレゼント、ありがとうございます。いや、ぜひ、飲んで鍛えてください。汗、汗出してても、落ちましたね、滴りましたね。走ってきた。いや、ほんと、わざわざ走ってください。いやいや、わざわざ、ほんとに指導から帰ってきて、すいません、ほんとに。いやいや、とんでもないです、急遽。いや、よかった、これで。はい、またいつでも、はい、はい、お願いします。え、よかったです、出会えて。いや、本当に、うん、この部屋の関係がないと会ってないですからね、ひょっとして。だって、一回違うだけでも多分会わないですよね。いや、会わなかったですね。うん、あ、同じなんだって。じゃあ、本当に、じゃあいつかエレベーターとかお会いした時に、はい、じゃあお願いしますってなるじゃないですか。そうですよね。本当、この横の関係、ほぼ横なんですよ。同じ風呂は徒歩5秒、うん、これがないと、じゃないとこのコラボなかったんで。とりあえず、いや、運命的な出会いですよ、本当に。マジで、声、涙出そうですね。そう。いや、ほんと、本物もよろしくお願いします、ね。いや、ほんと、本物もよろしくお願いします。ということで、円満で、はい、はい、これ、長めですけど、うるさくて、引っ越したわけじゃないですから、ほんとに。船仮説立っちゃうんですよ、ね。船仮説、やばくないですか？やばいです。YouTube 怖すぎ。やだ、やだ、やだ、はい、ということで、すいません、今日は、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。このわけのわからない置物ともラストか、バルタン星人がネジ3本抜けたみてえなインテリアだ。はじめ社長さんって堪能しとかないと。はい、ちょっと本当これいいんですか。ああ、お、今日は倒れない、はい、ああ、今日倒れない、今日倒れないですね。はい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 、おー、こうやっていい、こうやってことですもんね。ああ、今日は倒れない。すげえ倒れてほしかったな。なんか怖いんだよな、でも倒れてほしかったな。